さん、こんにちは。圧倒的ビジュアルとダンスで話題となり、2020年には世界で最も影響力のあるポップスターにも選ばれた韓国の4人組音楽グループブラックピンク。間の7年と呼ばれる契約終了時期が近づき、 YG との専属契約も満了となっていたため、ブラックピンクの再契約は絶望的と噂されてきました。そんな最中の2023年12月、ようやくブラックピンクの再契約に関する確定ニュースが報道されました。これまでブラックピンクが活動終了と言われていた理由や過去の休止理由について紹介していきます。またメンバーのリサに熱愛報道も出ています。それについての真相も合わせて紹介していきます。2023年12月6日、再契約の交渉が難航しているとされたブラックピンクが再契約締結を発表しました。所属事務所 YG の株価が急激な右肩上がりとなる事態にも発展し、世界中で大きな話題を呼んでいます。総括プロデューサーであるヤンヒョンソク氏は、ブラックピンクと縁を結ぶことができて嬉しいとコメントしています。ファンからも正直解散すると思ってたという声が多く出ており、ブラックピンクの再契約が今後のガールズグループに影響を与えることは言うまでもないでしょう。そして2023年12月29日、ブラックピンクの4人全員が YG との個人活動の追加契約を行わないことを発表しました。 YG は公式サイトで、 YG は先日ブラックピンクのグループ活動に対する延長契約を締結し、個別活動に対する別途の追加契約は行わないことで協議しました。当社はブラックピンクの活動に最善を尽くして支援し、メンバーの個別活動は温かい気持ちで応援しますと声明を出しています。つまりグループ活動は YG で行うものの、それ以外の個別活動は事務所を離れておこうというのが確定したということでしょう。ジェニーは12月24日に自主レーベルオードアトリエの設立を発表しており、こちらのレーベルで新たに個別契約を行うものとみられています。2024年3月の報道で、 YG がブラックピンクメンバーに無形資産専属契約金として約412億ウォンもの契約金を支払ったことが報じられました。上場しているエンターテイメント企業はアーティストの専属契約金を無形資産とした後、契約期間に応じて毎年一定額を計上する定額法を適用しているためのようです。また YG 自体は他多数のアーティストと再契約を呼び新規契約を行ったため、ブラックピンクだけの契約金ではないとしています。4人圧倒的なビジュアルの高さとハイレベルなダンスで注目を浴びたブラックピンク。グループ名のブラックピンクには美しいものが全てではないという意味が込められています。しかし一時期は活動を休止していた時期もあり、さまざまな憶測がなされています。そんなブラックピンクが活動休止を発表した理由について、5つ理由を紹介していきましょう。理由1、4人のソロ活動が忙しい。デビュー当時はアーティストとして4人で活動を始めた彼女たちですが、現在は個人での活動も目立ってきました。歌だけでなく女優、タレント、モデルとしての活動も多く、グループでの活動が難しくなってきているのでしょうか。2023年2月にはメンバーのジスがソロ活動を本格化すると報じられました。ソロ活動に力を入れていることが分かり、グループでの活動を制限せざるを得ないのではないかと考えられます。ジェニーは2018年11月にソロシングル「ソロ」をリリース。ジェニーに続き2021年にはロゼがソロシングル「R」をリリースしています。同年にはラリサで、リサがソロデビューを果たしました。ブラックピンクのメンバーはおのおの有名ブランドからオファーを受けアンバサダーに就任しています。ジス、ディオールのビューティーアンバサダー、ジェニー、シャネルのコリアンアンバサダー、ロゼ、サンローラン・ティファニーのグローバルアンバサダー、リサ、セリーヌ・ブルガリなどのアンバサダー、ファッション界では引っ張りだこの4名です。理由2、メンバーの不仲説について、ブラックピンクのメンバーには悲しいことに不仲説が浮上しています。なぜそのような噂が流れたのかというと、ジェニーのインスタグラムが原因のようです。ジェニーの更新したインスタグラムの写真にロゼがタグ付けされていなかったり、ロゼだけが別行動をしていたり、このような状況からロゼと他3人のメンバーの間には確執があるといった噂が浮上してしまったのです。
しかし2023年4月9日ロゼとジスの2人が新大久保のドン・キホーテで買い物している様子がキャッチされました。東京ドームでのコンサートを終えた2人はスタッフと共に新宿の高級寿司店へ。食事を終えた後はドン・キホーテへ向かい、サンリオグッズを楽しそうに物色していたようです。理由3、カムバックが終わったから。韓国のアーティストは活動期間と活動休止期間を繰り返し、休止期間の後に活動を再開することをカムバックと表現します。1年半から2年ごとにアルバムを発売しますが、アルバムを制作している間は音楽番組への出演がなくなるのです。その期間が空白となり、制作期間終了イコールカムバックになるというのが通常の流れ。ブラックピンクは他の韓国アーティストに比べカムバックまでの周期が長いことで有名です。そのためカムバックが終了し、忙しい時期を終えたため活動を休止したのではないかと言われています。理由4、過去のいじめ。次に挙げられるのがジェニによる過去の壮絶ないじめ事件です。ニュージーランドにいた頃、ジェニからいじめを受けたというクラスメートの証言により発覚。これによりデビュー前のジェニにはいじめっ子という不名誉な称号が。いじめの内容とは、英語ができない韓国人留学生をゴミ扱いしたと言われており、その生徒は死ぬことも考えたといいます。しかし、当時のジェニがホームステイしていたハウスの住人は、この一件を強く否定。彼女はいじめをするような人じゃない。いじめは単なるデマであると証言しました。いじめ、疑惑については、内容に矛盾する点も多く、信憑性に欠けるとして、ファンの間では認知されています。理由5、メンバーの熱愛。最後に紹介するのは BTS のメンバーであるテテとジェニの熱愛です。2022年5月22日テテとジェニがチェジュ島でドライブデートを楽しむ様子を報じられました。この時の写真は後に合成ではと騒がれましたが、その後もキス写真が流出するなど疑惑は深まるばかり。2人の熱愛に関して双方の事務所がコメントを残していないといった点も気になるところです。2023年の5月17日にはパリで手つなぎデートをしているところも目撃されています。またリサにも熱愛報道が出ました。熱愛説が浮上している財閥2世のフレデリック・ハルノとクルージングを楽しむ姿が目撃されました。最近 TikTok にはリサとフレデリック・ハルノがモナコで開かれたイベントのアフターパーティーに参加した映像が多数掲載されました。映像でリサとフレデリック・ハルノは船の欄干に立って軽く体を動かしながら公演を楽しんでいました。二人は他人の視線を意識せず仲睦まじい姿を見せました。ある映像ではフレデリック・ハルノがリサの方に体を傾ける姿がキャッチされ、一部では二人がキスをしたのではないかと推測されましたが、多数のネットユーザーは対話のために体を傾けたと見ています。先立ってリサは5月26日にクルーズで着た衣装を自身の SNS に公開しました。リサは眩しいゴールドカラーのクロップトップにスカートを合わせ、美しいボディラインを誇りました。リサはこの日ステージを披露したジェ・バルビンと共に仲良くポーズを撮った写真も掲載しました。これらの理由から一時休止したのではと噂されていました。ブラックピンクは2023年8月で YG との契約が満了となっており、再契約の交渉が続いていました。一部メンバーは契約を結ばずに別事務所へ移籍も検討していたという噂もあります。 YG とのグループ再契約が公式発表されたことで一安心ではありますが、個人での契約は続行しないことが確定した状況のため、今後も長く活動を続けるかどうかは分かっていません。再契約確定前に噂されていた情報について見ていきましょう。一時期はロゼは YG に残り再契約を結んだと報道されていましたが、プロデューサーのテリが代表を務めるザ・ブラックレーベルに移籍しました。18日ザ・ブラックレーベルはアーティストのロゼとマネジメント契約を締結することになったと明らかにしました。続けて長い間プロデューサーとアーティストとして息を合わせてきたテリとロゼがお互いに対する熱い信頼をもとに再起ザ・ブラックレーベルとマネジメント契約を締結したとコメントしました。また現在ロゼは新しい音楽で世界中のファンに会う準備をしており、今後
グローバルレコード会社とともに全世界で音楽活動を展開する予定だと伝えました。最後にユニークな音楽の色彩を持つロゼとアーティストの自由な活動を追求するザ・ブラックレーベルが出会い最高の相乗効果を期待しているとし、今後もロゼがさらに多方面で活躍できるよう支援を惜しまないことを約束すると付け加えました。ロゼが所属するブラックピンクは昨年12月 YG エンターテイメントとグループ活動に関する再契約を締結しました。ただし個別活動についてはそれぞれの事務所で新たな挑戦に乗り出しました。ジェニとリサ、ジスはそれぞれ個人レーベルを設立して活動を開始し、ロゼはデビュー当時から長い間タッグを組んできたテリの設立した事務所に所属することになりました。最後にブラックピンクが所属する YG が業績鈍化しているという話が出ているので、それについて紹介していきます。グローバル K-POP 熱風にもエンターテインメントビッグ4の株価の流れが遅々として進んでいません。大型アーティストの不在による業績鈍化が原因として指摘されています。13日、韓国取引所によるとハイブの株価は年中 14% 下落しました。 SM、 YG エンターテインメントの株価も同期間それぞれ 11% と 18% 下落しました。特に JYP エンターテインメントの株価は 42% も急落しました。今年エンター株は市場平均のコスダックに比べて低調な成果を見せています。活動アーティストたちのアルバム販売量が減少し、人気を享受する大型アーティストの不在が実績衝撃につながり、投資心理が萎縮したという分析しました。 YG エンターテインメントはブラックピンク不在の中で公演の集客数が 75% 大幅に減りました。不振なアルバム販売量、公演集客数に第2四半期エンター4社も合算売上高は1兆1100億ウォンで前年同期比 4.7% 減少するものと推定されました。営業利益は1472億ウォンで 23.1% 減少する見通しです。そんな YG が所属アーティストの空白期を減らすため組織改編を実施したといいます。友人投資証券のイヒョンジ氏は最近公開したリポートで、今年からアーティスト単位をマルチ組織を構成しプロデューサーセンターを新設した。これは YG の弱点として挙げられた長いアーティスト活動空白期を大幅に減らすのに寄与するだろうと述べています。 YG にはブラックピンクやビッグバン、トレジャー、ウィナーなどが所属。そのカムバック感覚は K-POP 大手事務所の中で一番長いことで知られています。作品のクオリティの高める観点でそれに理解を示すファンもいますが、不満の声も根強く聞かれています。長く指摘されてきた問題で株価低迷の一因と見られていましたが、 YG はここに来て本腰を入れ取り組み始めたとのことです。前室アナリストは変化の岐路に立っている状況で、いろいろと昨年とは大きく変わった今年が期待されると取り組みについてポジティブに捉えています。いかがでしたか。大人気グループブラックピンクについて紹介してきました。国際的に人気なグループなので、これからの活躍に大いに期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは。